こんばんは、ティモンさんです。さあ、ダメ外国人ペナントやってみましょう。パート2ですね。ちょっと俺が失敗して外国人を引っ張ってくるの忘れちゃったんだよな。マジで。キャンプ前にいっぱい引っ張ってくるべきだった。さて、そんな我々のチームなんですが、じゃあ、とりあえず一旦組むか。オーダー。組めんだかわかんねえけど。いやー、もうでもこれで回していくしかないからね。コンウェルの疲労やばいね。中継ぎできるやつは中継ぎやらすか。スチュワートジュニアがあまりにも頼もしいぞ、これ。頼もしすぎる。スチュワートジュニア。まあ、とりあえずエースは、オギだか。本当にそうなのかな。で、野手一軍。そうね、外国人いっぱい取れたから、一旦日本人には下がってもらおう。足んなかったら日本人を、徴兵しよう。ちょ、一旦外国人部隊で頑張ってみるよ。キャッチャーも一人になっちゃうのか。すごいな、これなんか嫌だな。日本語の名前たちがこんなにいっぱいあるのに、上には外国人しかいないっていうなんか嫌な、嫌ななんか、あれなんて言うんだ。順番ができてる。順番っていうとなんか、一番バカみたいな言葉だな。なんだ、なんて言うんだっけ、なんか、キリストみたいな名前、なんだっけ、あるよね、なんかそういう、なんか、ね、あるよね、あるよね、なんかそういうのね、なんか、順番みたいなさ、意味のさ、カーストだ、カースト、カーストが出てこなかった、カーストが出てこなかった、キリストとか言っちゃってた、おバカさん丸出し、さて、じゃあ、組んでくんだけど、いけるかこれ。ブロッソーセカンドだぞ。バーバリー外野かな。外野かバーバリー。どうしよう。アンバギー。ビクターバーバリー。これ外野だな、でもな。さすがにな。さすがに外野だわ、これ。セデーニョファーストか？セデーニョはまだまだ使えるな。まだ伸びるぞ、これ。ただこれどうする？サード？サード？ブロッソーセカンドだろ？サード誰かいるか？パリスショットでしょ？サードいなくねえか、これ。サードいねえぞ。どうしよう。サードがいない。サードがいないときたもんだ。サードがいないときたもんか。どうしよう。ハードがいない？とりあえず、みえちゃん。みえちゃんとりあえず DH でいっか。守備怖いもんな。セカンドもいなくなるぞ、でもこれ。どうしよう。日本人一人入れるか？いっか、もう。無理やり守備でにやらせてみるか。無理やりこいつに。やらせてみよう。もう無理は承知。で、ウォーカーが多分4番になっちゃうよな、どうしてもこれ。5番がセデーニョ？ミエちゃん？バーバリーは2、3番になってくるな。1番ペイトン。そうだな。こうなるか？カリステ2番とかなんかな？足を生かして。足を生かそう。足を生かすとは何なのかわかんないけども。足とか活かせんのかこいつら、果たして。全然わかんないけど、足とか活かせんのかな。まあいいか。さて、それじゃあオープン戦はもうどうでもいいんで、まあ、とりあえずまだ選手を取んなきゃいけない状態なんだよな。一旦野球ができる人数揃えよう。じゃないと話しんのね。一旦野球ができる人数を揃えて、いや、その上で強くしていくってことを考えないといけない。だから、とりあえず B ランク発送。で、タワーズ、カット6。マジで、でかいよ。とりあえず1人。タワーズ。あれだま、スロースターター。関係ない、関係ない。アルフォンスタワーズ。アルフォンス。かっこいいね。とりあえず一旦投げさすか。したら中継ぎ適性があるやつを一旦下げて、
そうだね。とにかく怪我しないように、全員。まあ、小木田さんに関しては怪我してもいいんだけど、あれも下げられてる。かわいそうに。で、開幕戦見るかい？ピュアトジュニア、絶好調。いや、でも、小木田で行くか。開幕戦見よう。俺、日ハムだけど、日ハムにも勝てねえと思うよ。無理だろ。日ハムにも勝てねえだろ、これ。さすがに無理だろ。どう勝つつんだよ、これさ。はい。なんかすごいいい試合してる。すごいいい試合してた。これ今永じゃなかったら勝ったんじゃないかこれ。すごいいい試合。なんかまさかの試合だったな。ああ。そっか、ついに。ついに小木田が限界を迎えたか。で、早めにピッチャーを揃えないと。あと5人ぐらいは揃えないと、ちょっと多分死んじゃうな、これ。で、コーンウェルもこれ怪我すんだよ、多分な。もう一回行かせるだけ行かそう。とにかく頭数を揃えよう。とにかくスカウトだ。頑張ってくれ、スカウト。スカウトをとにかく頑張ってほしい。頭数が揃わなすぎてる。もういいよ。なんか、ロッテより強い、今。今、ロッテより強い。スランプ。スランプとか言うな。もう、スランプとか言ってる場合じゃねえんだ、今。そんな場合じゃない。さて、外国人。Cランク。オッケー。関係ねえ。ロイ。オッケーオッケー、もう関係ねえ。Cランクであればいい。ロイ。リオン・ロイ、メキシコ、18番。いいね。高速進化6。ほんとかい？ロイ。あと1人2人先発いてくれりゃなって感じだね。あと1人2人先発取って、あとはもう野手取ってこう。いやー、なんという綱渡りのチーム状況。オッケーオッケー。新外国人が来たらもう速攻上げよう。じゃないと、死んじゃう。ちょ、大きで行こう。で、新外国人をとにかく取る。早めに。B ランク、OK、帰れ。入国審査通らず。入国審査を通さない。とにかく早めに何人か取らない。もう野手は一旦諦める。ピッチャーだ。ちょっと、おかくくんな。おかく。うん。おかきうめえや。おかき食いながら酒飲みながら動画撮るのが一番楽しいよな。うん。スランプとかいいから。スランプとかいいから。とにかく怪我すんな。外国人来た。うん、逐一見てこう。いち早くいろんな人を。おい、もう浦川さん、そんなんじゃないんだって、マジで。ちょっとダメかなって思う選手連れてこないと。これ日本で活躍できないんじゃない？あー、怪我した。大丈夫かな？あー、怪我した。やばいやばい。そう、じゃないと、はい、もうピッチャーがほら、もう限界迎えてんだからさ。ほら、もう。ピッチャーが限界迎えちゃってんのよ、今。仕方ない。これは、前回シーズンでも使った作戦やっていくか、ちょっと。一旦までいいか。一旦これでいくか。中継ぎが死にやすいんだよな、このペナントラン最初。マジ、どんどん連れてこい。いろんな人をとにかく。新外国人をとにかく見つけてこい。もう、ダメかも、こいつ絶対活躍しないっすよ、みたいなやつを連れてきてほしい。じゃないと勝てない。よし。とりあえず一人。ケアード。オッケー。もうその能力を一切見てない。スクリュー、チェンジアップ。もういい、もうそれでいい、それでいい。それでいいんだ。さて、中継ぎを
ぱい復活させて、やっぱ極力あれか、極力投資基本のとこでもうそのもう関東とか稼いに行くぐらいの、もう関東させに行くつもりで、ガゼルマンとかも。ちょ、関東させに行こう。極力。じゃないと中杉が死んじゃう。さーて、ここまでであと二人、三人取れりゃな、いいんだけど。まあ、三人取れたら一番いいな、二人三人。そしたら野手をちょっと、よっけ。ロープス怪我した。多分そろそろ怪我する。いろんな人が。ロイノール仮面。さて、シャドウジュニア、ボーも、そしてロイがノール仮面した。おい。あれ悪くない。ロイ悪くないじゃん。ロイ悪くないぞ、これ。ロイ。ロイ悪くないっすね。ロイ悪くないね。ロイどうしようか。まあ、何も教えることはできないんだけど我々は我々は何も教えることができない、君たちに。我々はロイに何も教えれない。エッチな日本語ぐらいしか教えれない。まあ怪我した。さあ新外国人をどんどん取んないと。来てくれよ、 C ランク頼むぞ。押した。ブライス6000万安い。 いや助かる。浦川さん、こういうのばっか連れてきて。6000万が1枚。さあ、先発、カット、一発寸前。うわ、すごいな。荒々しいな。バルドナードがすぐ怪我する。で、一旦これでいいか。あと2人ぐらいかな、ピッチャー。あと2人ぐらいピッチャー取れたらな。野手でいいんだよな、あとな。ああ、すごい、2軍選手が。ぬいどりになってる。タワーズ乗る仮面。さあ、タワーズ、アッシュアズジュニア。怪我との戦いだな、2年目は。起きた。アトキンソン。オッケー。いいよ、いいよ。で、タワーズが乗る仮面。アトキンソン。あ、なんかどこでもできそう。押さえやってもらおう。タワーズ。あれ、強いじゃん。え、タワーズ強いじゃん。マジで？タワーズ強えぞ。マジか、タワーズ。お前。エースになれるぞ、うちで。タワーズ、お前、うちのエースになっちゃうぞ、そんなんやってたら。どうしよう。まあ、こいつらを使ったところでっていうのはあるんだよな。使ったところでな。しょうがねえわな。どうしよう。したら、あと一人かな？あと一人外国人取って、そっからちょっと野手を取っていく感じで、一旦チーム状況を整えていこう。できればなぁ、ここまでで。次のやつで C ランク来てくれたら、アンバギーのより来た。そしてバルドナートがまた復活。不死鳥。OK。で、アンバギー。使ってみるか。みえちゃん7本。多分サードが終わってんだよな、でも考えたら。でも頑張ってんな。慣れない守備やらされてんのに2割6分打ってんだ。偉いじゃん。ちょ、もう誰も、その、ちょ、誰も3割を打てるようなバッターがいないんだ。あ、そう。だって、新外国人。うわぁ、もう違うだろう、一番。違うだろう、一番よ。ちょ、頼む、もう7月までに、あと一人。ビッグス怪我した。ちょ、もう怪我だけ気をつけて、本当に。怪我だけ気をつけよ。みんな、怪我だけ気をつけようね。さあ、来ないね、あと一人。あと一人来たら、ピッチャーそれで、一旦それで、止めて、野手をちょっと待つ、取っていく。で、野手取ってきて、ある程度揃ってきたら、また、ピッチャーに戻る。
まず一旦チームの人を揃えたい。人間をまず一旦人間だ。やっぱその昔の戦国武将言ってたけど、やっぱ人員は力なりとか言ってたけどさ、ほんとそうなんだよ。人が財産なんだ、やっぱり。人って財産。それに気づけるいい動画。人員ってやっぱ財産です、やっぱり。さあ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 、頼むぞ。怪我する前に誰か。来た！頼む、もうこれが C ランクであってくれ。これが C ランクであれば。おい！ここに来て浦川さん本気出すなよ。なの、なんか、いや、実はこんなのもいるんですよ、じゃないんだよ。違うよ。俺が欲しいのはそんなんじゃないんだよ。見てください。こんなんもいるんですよ、じゃないのよ。さあ、新外国人、これがラストかな。さて、これを取って、一旦今年のピッチャーはどうなるかだな。違うんだって、だからさ。なあ、浦川さん。浦川さん、なんか履き違えてる、君。すべてを履き違えてる。ブライズの量勘弁。浦川さん、何かを履き違えてる、あんたは。アトキンソン。何かを履き違えてるよ、あんたは。もう取れないしさ。アトキンソンとか？ああ、強いよ。カット、チェンジアップ。スタミナも強いし。スタミナも全然あるじゃん。全然いいじゃん。めっちゃええやん。ちょ、なんでここまで来て、荻田が怪我しないか不思議なんだよな。ケアード。ゴロピッチャー。あ、スクリューチェンジアップ。あ、全然いいよ、いいよ。全然いい。悪くない、悪くない。悪いけど。全然悪いけど、本当は。本当はすごい悪いけど。本当はすごい悪いなと思うけど、悪くない悪くない。いけるいける。オッケーオッケー。なんか揃ってきた揃ってきた。なんかアイテム来ねえか。コーンウェル。球速プラス1。コーンウェル ?150 キロ。あ、でもまあ150出たらいいか。タワーズ。スタミナプラス3。いいね。タワーズがエースになりそうだな。ケアード。オッケーオッケー。ここで来年先発できるね。ワーグナー。ヒックス。うん。あれ？意外と駒が揃ってきたんじゃないかという、そういう錯覚に陥ってきたね。錯覚すぎるね、ちょっとね。そんなわけないもんね。これで優勝できるぞなんて思ってないもんね、やっぱね。一旦外国人以外のアイテムは使わないとくか。お、いいね。お、いいじゃん、いいじゃん。うちのショートだね。アンバギー。いいよ、いいよ。あ、いいじゃん、いいじゃん。いいじゃん、いいじゃん。できてきたじゃん。いいじゃん、いいじゃん。外国人がいろんな力を持ってして。なあ。素晴らしいぜ、今。輝いてるぜ、お前ら。輝いてるけど、単外国人も取れないから終了だな。ペイトン怪我した。怪我だけ気をつけよ。本当に。選手生命出されるような怪我だけ。マジ気をつけていこう。本当それだけ気をつけていこうな。みんなな。はいはい。はい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 。まあ前回が100何ゲーム差離されてくから、前回100何ゲーム離されてくから、今年90ゲーム以下でもう十分もう、わあすごいじゃないって思えるような、まあ、そんな気はするよね、やっぱりね。ちょっとせっかくマクブルームが絶好調なんで使ってみよう。怪我とか大丈夫みんな。あー、ちょっとまた怪我しそうだね。怪我しそうなやつこそ下げていく。オッケーオッケー。タワーズとかな。アトキンソンな。素晴らしいな。素晴らしいよ。奪三振カット、チェンジアップ、ツーシーム。いや、スタミナが高いのが魅力。スタミナが高いという魅力よ。はい、ゴー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 、いけいけいけ。よし、いいぞ、チャンスアップ、いいぞ、順調だ、いいぞ。なんか勝ってる、2連勝した、なんか2連勝したりもした。勝ってる勝ってる勝ってる日もある。ケアと怪我した、怪我すんな、あんまり、あんま怪我すんな、みんな、もうシーズン終盤なんだから。
怪我しないでいこう、みんな。みんな怪我だけ気をつけよ、本当に。怪我だけしないように、本当に。地域の運動会で一緒、マジで。怪我だけしないようにな、みたいな。皆さん、怪我には十分気をつけて、楽しんでください。よしよし。お、いいね。対左、アップ。スチュアートジュニアがここに来て、うちで覚醒する可能性もあるのか。あんだけ未完の大器と言われたスチュアートジュニアが。90ゲーム差。よーし、進歩した、進歩した。だいぶ進歩した。素晴らしい。うちのチームは素晴らしいぞ。大幅成長した。マクブルームが。マクブルームが今さら今さらマクブルームが進歩してもなって思うけどな。どうなったんだろう、マクブルーム。おー、全盛期。マクブルームが今全盛期。3割4分、10本24の点。マクブルームが全盛期を迎えている。素晴らしい。でもマルティネスも18本。怪我しなかったしね、結局ね。だいぶなんかそのなんか、可能性は感じるんだよな。ウォーカー2割5分34本。やっぱウォーカーすげえな。ウォーカーすげえわ。ウォーカーがすげえ。ピッチャーはアトキンソン 2.89。お、頑張ってんだね。サイドスローなんだ、しかも。タワーズ。全然なんかタワーズとかアトキンソンとか、この辺を持ってこれたのは結構でかい気がすんな。うん。いや、結構でかい気がする。なんだかんだ。ロイとか。うん。いや、いいと思う。なんか、いい一年だった気がする。うん、いい一年。いい一年だった。さあ、次の日。いや、結構いい一年だった気がすんな。パート2にして、2年目にして。ウォーカー、俺、ペイトン、ペイトンゴールデングラブ、ペイトン。オッケーオッケー。いや、いい一年だった。言っても。言ったって。よいしょ。よし。よし。じゃあ、規約公開だ。じゃあ、今回はこの辺で終わりましょう。また次回お楽しみに。さよなら、さよなら、さよなら。